川田俊明プロデュースホリウォーボリューム3の、本日は記者会見をさせていただきます。ご多忙ながらご出席ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、本日ですね、対戦カードがまず決まりましたので、そちらのカードの方からご報告させていただきます。団体名とは、略させていただきます。第1試合オープニングマッチ田中実対宮脇潤太、第2試合シングルマッチ葛西潤対食いしん坊カメ、第3試合女子プロレスシングルマッチコマンドボリショイ対ジュリア、第4試合俺のトークバトル30分一本勝負川田俊明対田上明、第5試合タッグマッチ宮本和志相島優斗対洞口義弘平田智也、第6試合セミファイナルタッグマッチ永井光也井上正雄対野村直也青柳優馬、そしてメインイベント6人タッグマッチ越中志郎藤原義明大森隆夫対橋本大地杉浦徹清宮海斗、全7試合となります。それではこの、対戦カードについてですね、大会プロデューサー川田俊明より、見どころというか、川田目線での、ポイントを語っていただきたいと思います。川田さんお願いします。よろしくお願いします。今回10月1日は、月曜日、新宿フェイスですね。あの今まで、新木場なんていうんですか、ファーストリング、新木場ファーストリングで、2回、やってきたんですけど、3回目で今度は、新宿フェイスで、開催します。今回もあのいろんな団体の選手を本当貸してくださる団体の方々、に、感謝を、したいと思います。で第1試合目なんですけど、まあ、いつもと同じように、宮脇潤太選手が、今回は田中実選手と第1試合目、オープニングマッチなんですけど、これが、田中選手っていうのが俺がこう見てる中で本当に技一つの技に行くまでの、技の流れにこうプロセスを持ってる選手だと俺は思ってて、いつもその流れがこうスムーズに、自分の決め技まで行く。今は本当に簡単に決め技を出しちゃうレスラーが多い中、その一つの決め技に行くまでをすごいプロセスを持ってそこまで行く、理にかなったレスラーだなっていうのを僕は、最近見てるんですけど、あのそういうテクニックのある選手に、いつものオープニングでこう爽やかなイメージがある宮脇君がどういうふうに、対戦していくのか、本当にそこで、ね、勝利を取るぐらいの気持ちで宮脇君には、頑張ってほしいと思います。で第2試合なんですけど、葛西潤選手対食いしん坊亀、これあの本当に若手の選手とベテラン選手っていうあの大会のコンセプトと、に合ってないんですけど、あの別の意味で、ハードコア系の選手が、こう食いしん坊亀のようなああいうなんていうんですかね、まあお笑い系って言ったらおかしいですけど、そういう選手とどんな試合をするのか、そこの、若手対ベテランではなく、そういうなんていうか、ハードコア対、そういうなんていうかな、大阪プロレス系のそういう化学反応、これ別の意味のまた化学反応みたいだっていうんで、これはこういうふうに組んでみました。まあ、両方結構キャリアのある選手なんで、コンセプトとは合ってないんですけど、別の意味でそういう化学反応を見たいっていうことに、しました。で第3試合なんですけど、これが今回も、前回あのダンプさんと、入ったこう女子プロレスを前回から
入れたんですけど、今回もそのコマンドゴリシオイ選手なんか引退に向けて、今頑張ってるらしいんで、でそのベテランの選手対、ジュリア、これは、正直言って僕プロデュースなんですけど、僕は知らない選手なんですよ。ただここのレフリーを務めてる、西永レフリーが自分の好みでこれは入れた選手、どういう企みがあるのかわからないですけど、これは本当正直僕はこの選手知らなかったんですけど、まあでも本当に、ビジュアル系の選手で、それはそれでもう客を引き寄せてほしいなと思います。まあ、西永が個人的なあれで決めたカードなんですけど、まあ、コンセプトとは、間違っていないので、これはこれで僕は良しとしました。第4試合は、俺のトークバトル、いつもは、トークバトルやってると思うんですけど、今回は、本当にこれも、まあ、ベテラン対若手っていうコンセプトには、合ってないと思うんですけど、今回ちょうど田上選手は、がんを克服したっていうことを、いろんなマスコミにも、なんて公表したりしたんで、まあ、タイミングもあるんで、まあ、僕は正直本人からもうそういうこと、がんのこととかは、まあ、みんなには、内緒でっていうことで、まあ、話は聞いていたんですけど、今回まあ表向きにそう出たんで、じゃあそういう話も、聞けたらなっていうことと、それとやっぱり全日本時代一緒であって、でそういう話もまあ含めて、今までの、まあ、田植との中でしてなかった話をその掘り出してしてみたいなと思うし、ノアの選手時代も、まあ、ノアの選手時代っていうのは僕はあまり知らないんで、僕が田植から聞き出したいと思ってますし、あとは一番ね、なんかこう田植が、苦労したそのノアの、社長時代、そこもうまく、聞き出したいなと思ってます。まあ普段そのノアの社長時代の話っていうのはあんまりしてないと思うんで、そこは多分面白い話になるんじゃないかなと思います。はい、いろいろうまく、まあ、当たり障りのないように聞き出せたらなと思ってます。第5試合ですね。で第5試合は、宮本和志選手対、宮本和志選手、相島優斗選手、あとは洞口義弘選手と平田智也選手。宮本選手と相島選手というのは、全日本時代僕は、まあ、一緒に、リングに上がったりもしてましたし、宮本っていうのは本当にみんながこうノアに大量離脱した時に入ってきた子で、僕のなんていうか付き人も務めてくれた、まあ本当になんて言ったらいいんだろう、みんなからはこう仮に嫌われても何しても、まあ、僕のためだけにはよく尽くしてくれた選手だなと思ってますし、もう本当に付き人としてはよく尽くしてくれたんだなって思ってます、宮本は。まあ、相島もちょうど相島選手も人が足りない時にちょうど出てくれて、この2人は2人の共通点というのは2人ともボディービルダー出身なんですね、この2人とも。宮本も今ね、試合数もあんまないから、そこばっかりに専念して体もそういう体になってますし、で、まあ、年齢の割にはすると相島選手もすごい体をキープしてますし、でそういう2人が、この若い選手と、どういうふうに対戦するのか見てみたいんで、このカードに決めました。で第6試合ですね。第6試合は、ずっと出てくれてる永井律也選手で井上正雄選手で対この野村、直哉選手と、
青柳優真選手。ここは、全日本の選手が初めてこの大会に出てくれると思うんですけど、まあ、秋山選手、まあ、秋山社長よく、ね、まあ、貸していただいてありがたいと思ってます本当。でその全日本の今アジアタックのチャンピオンなんですよね。でそういうチャンピオンがこの井上雅雄もアジアタックのチャンピオンだったこともあるんで、まあ、最近はまあ井上雅雄の試合見てるとふざけんなよって試合ばっかりやってるんですけど、まあ、たまにはちょっと気合い入れてやれっていう、ね、つもりでここに、入れてみました。で長いの場合はねもう結構もうなんていうんですかね、プロレス職に染まってますし、まあ、この井上雅雄と組んでも、まあ、うまくやってくれるんじゃないかなと思っています。全日本の選手が出るの初めてなんで楽しみにしてます。最後メインなんですけど、越中志郎選手、藤原義明選手、大森隆雄選手対橋本大地選手、杉浦徹選手、清宮海斗選手ですね。あのメインのこのベテラン組はもう越中さんと、藤原さんはもう毎回出てもらってるんで、いつもの、パフォーマンスを見せてもらえればなと思ってますし、で前回もオファーがちょうどうまくいかなくて、すれ違いになっちゃった、大森選手今回出てくれるんで、まあ、もちろん全日本で貸してもらってるんですごいありがたく思ってます。で大森選手が、ね、初めてのこのリング でまた対戦相手がその橋本大地、僕この橋本選手の息子さんなんですけど、まともに目の前で試合見たことがないんで、それはこれ楽しみにしてます。あとね、あの清宮選手はいつも出てますし、杉浦徹選手、まあ、これも、まあ、このベテランにどうやって対戦していくのかなっていうのも、その化学反応を見てみたいなと思います。まあ、このメインのこのベテラン組っていうのはもう全くなんとか心配しないで見てられる3人だっていう感じなんで、あとはそこに特にもね、その橋本選手の息子さんっていうのは本当近くでそういう試合を見るって僕初めてなんで、で今写真見たらなんか顔に軽く線が1本入ってるんでこれは何の意味なのかなと思う、あの聞いてみたいと思います。今回のカードは、そういう感じなんですね。で、毎回なんですけどその大会に関してはそのいろんな選手を貸していただいている、各団体さんに、感謝しております。こんな感じですね、カードに関してはありがとうございます。それでは記者の皆さんから、ご質問のをお願いいたします。橋本大地選手の試合っていうのは映像内では見たことないですか？映像内ではまあ見たことはありますけど、はい、その実際に目の前で見たことはないんで、その映像で見た印象っていうのはいかがですか？そうですね、そこまでその僕の中には印象が残ってないっていうか、見たことはあるんですけど、ね、団体もいくつか渡り歩いてるから、まあ、僕はどっかで一箇所で落ち着いてそこで自分を確立した方がいいんじゃないかなとは思ってます。今そういった意味では今所属している大日本でシングルのチャンピオンだったり、今ちょうどこう上り調子のところなんですけど、だからそこをまたそういう上り調子になった時にまた他の団体とかに移ったりとかそういうのするんじゃなくて、そこで最後まで自分を確立した方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。他いかがでしょうか？今回その全日本から参戦する野村、青柳のこの2人も若手で、
です。そうですね、このだから若手っていうのはその僕の知らない選手ですし、そのノア時代じゃなくて多分秋山社長が育てた2人だと思うんで、そういうだから秋山が社長としての選手の育て方っていうのもその選手を見れば分かると思うんで、そういうところもちょっと見てみたいな。この2人に関しては試合は見たことっていうのはないですか？この2人に関しては試合はないですね。ただ全日本でそういうアジアタックの選手を貸してくれるということなんで、それは本当秋山社長に感謝してそう貸してもらいました。ちょっとお願いします。新木場から新宿フェイス一つまだ会場がステップアップした形ですけど、はい、それに対してはそうですね、まあ、僕はそのどんとこうリスクを負ってまで、大きなことっていうのはやるのはあんま好きな方じゃないんで、まあ、大きくなるにしても一歩ずつ、こうステップアップしていた方がいいんじゃないかなと思うんで、まあ、新木場よりはまあ少しステップアップした、新宿フェイスでっていう今回はそういう風になりました。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。聞かなくていいですか。西田の個人のファンで。まあ本当にそれ確かに知らない選手で西永レフリーの自分の好みでっていうのはあれなんですけど、全くそのこの大会のコンセプトとしては一番ベテランと若手って言ってますけど、ベテランと若手だけじゃなくて若手のビジュアル系っていうのがまで本当入ってるんです。本当のところはそれがうまくそのなんていうんですか、日程がうまくいかなくて、ビジュアル系じゃない選手もたまには、入りますけど、まあ、そういう選手はテクニックで補ってもらうので、まあ、僕がその選手時代にはそのビジュアル系の選手とかそんなことって全く考えたことなかったですけど、まあ、今のこういう世の中でそういう選手が受けるんであればそれはそれで面白いんじゃないかなと思いますし、でまたこんなこと言ったら失礼ですけど、ベテランの選手がねそういうビジュアル系のやつをなんだこの野郎って行くのもまた面白いでしょう、ね、そのましてはブサイク系のベテランだったら余計そうだと思うんで。別のそれはあの先輩もたくさんいるんでしょうか。まあそういうところもベテランと若手だけじゃなくて、できれば若手の方は、ビジュアル系の選手ならもっとこう化学反応が大きくて面白いんじゃないかなと思ってるんで。現役の頃はそういう戦っていて、あこいつかっこいいな、なんかムカつかみたいな感じで戦ってきたりとかあるんですか。いや僕の頃はそういうのは全く考えませんでした。その見かけとかそういうので感じたことはないですね。やっぱりなんだろうな、その体力的なもんとかテクニック的なもんとかそっちの方がこう上回ってると悔しい部分はあったけど、まあ、別にそのねビジュアル系イケメンだからってそいつがこう
こいつと思ったことはないですね。それはまずその頃と全くそのプロレスの流れが今のプロレスの流れと違いますし、参戦の第一選手しか、はい、野村よりしかみなぞせ本の人気結構高いですからね。それはありがたいことですね、本当。女性ファンがいっぱいね、また来てくれれば、それについてくる男連中も来てくれると思うんで